ことある。確か食べ物の引き換え券が出てくる。お金を入れてボタンを押すだけって、あれ、あのボタン押さなくちゃ。ボタンなんかどこにもないんだよ。このテレビ中とつながってるんだね。いや、あのそれでね、私はトーマの名前を呼んだのに答えてくれないどころか目をそらしたんだよ。でも評価だって。私は転入生だから。でもその格好じゃ目立ちすぎるし。俺が言うのもなんだけど、あいつもあいつでトラブルに巻き込まれやすいたちだからな。それってハイテクってやつだね。おいインデックス、てめえこんなところで何してる。間違えましよ。今日は始業式だから昼までには帰れるっつーの。少しでも外れると機能しなかったりするんだけど、そういった応募費を分かる？ほらほら、こんなの常識だよ。よく分かんなくても評価は友達だもん。私は風切評価って言います。あ、俺は上条トーマ。トーマは血気盛んで優柔不断で、女の子に片っ端から関わっていくような人種だけど、まあいい人だから。私とあなたの違いがわかるのかも。おー、上条ちゃんなのに上条ちゃん。いや、なんだって上条ちゃんのところには女の子が転がり込んでくるんですか。で、あれ、呆れて帰っちまったのか。あの、評価なんかすごかったね。何か悲しそうな顔してる。全然私の言葉聞いてくれないし、ちっとも笑ってくれないし。喧嘩ができるっていうことはちゃんと仲直りができるの。本当に？あなたのために怒ってくれるような人だからきっと大丈夫。おーい、トーマ。んじゃ飯食いに行くか。そうだ、評価も一緒に行こう。ありがとう。いや、そうだ、これから遊びに行くんだけど、お前もどうだ？そんなことより、あの人は？風切評価だったかな。知り合いか？霧ヶ丘女学院。彼女の名前はいつもテストの上位ランカーとして張り出されていたけど、実際に彼女の姿を見た者はいない。彼女はカウンターストップと呼ばれていると。風切評価は虚数学区五行機関を知るための鍵だと。彼女には彼女個人の能力を調べるための特別クラスがあったらしいの。その彼女がどうしてここに。転入生だって言ってたけど。気をつけてね。地下街な、地下街。インデックス、なんか食いたいもんとかあるか。高いとこと行列ができるとこは禁止な。俺が何かしましたか。あ、いえ。部外者の女の子と秘密のお茶会ね。侵入者が危険人物だったらどうするんですか。はいはい、本当に二人いたのかなって。アンチスキルのお仕事ですか。でかい取り物があるみたい。お前先生。はい。この学校に笠切評価っていう生徒は。ひらめれる。私、この町の治安維持を務めておりますジャッジメントの白井黒子と申します。動くなと申し上げております。
ってことは。ええ、どうやら不法侵入者みたいでしたけど。これぞまさしく千載一遇のチャンスですわ。こうして近づけばお姉様の胸の谷間へと思うぞ。今も本来とは異なる方法でグリゴリの長より伝えられる断片的知識より、その秘宝はやがて地に落ちる打点によって人へと口伝される。しかしてその御業は人の手になせるものにあら。泥臭いゴーレムエリス、私のために笑って使い潰されな。あんまり待たせんなよエリス。美味しかった。お腹ポンポンポンのポン、うん、こんなテレビ見たの初めて。それはテレビじゃなくて。中に入っててくれ。うん、こっけて。ま、地下街だしな。かわいい、かわいい、かわいい。ねえ、服の種類多いからすごいいいよね。うわあ、ほら、あっち。ねえ、やろうやろう、私も。インデックス、どこだ。キルキル。ここか。おう、インデックス。どうしたんだ二人とも。そこのあなた、人がこんだけ注意しているのに何のんびりしてんのよ。聞こえてるんでしょ、ほら。うん、いや全然。おかしいわね、どうしてあなたには届かないのかしら。テロリスト。まもなく核壁を下ろして地下街を閉鎖します。なんかまずそうだな。とにかくここを出るか。見つけた。神殿の守護たるゴーレムを無理やりに英国の守護天使に置き換えてる。土のかぶった泥臭い墓穴の中で存分に泣きやがれ。なんだ。魔術師ならこれは私の仕事なんだよ。お前の細腕で喧嘩なんかできるかよ。この不幸の塊である上条さんにラッキーなんかあるはずねえだろ。ああ私が何か手伝えることあります。ない。隠れろインデックス。いってて。あらあら、こんな時間から大胆ですこと。知り合い？あなたやっぱりトーマの知り合いなの？トーマとは一体どんな関係？関係って、あんたも頼んでないのに駆けつけてくれた口？どういうことか説明してもらおうか。さらけ出せなんかないわよ。待って、あんた今度はどんなトラブルに巻き込まれてるわけ？大規模な戦闘が起きる可能性がありますので。お前はこいつらを外に出してやってくれ。その間俺が時間を稼ぐ。あんたが先に逃げるの？私の力にも限りがあります。一度に運べるのは二人が限度でしょう。ほう、あんたはこのちっこいのと残りたいと。ではお二人とも。ちょっと、それよりあなたの方こそ。始まったか。悪い、カサキ。全然効かないじゃん。まだ学生たちの避難は終わっていません。エリス。
丈夫ですか？つくよみ先生とこの悪ガキじゃん。どこ行こうとしてんの少年。おや、イマジンブレイカーか。てめえを殺したって問題ねえってわけだ。